皆さんどうもこんにちは、日本の、声優山口勝平です。主な作品としては、名探偵コナンの工藤新一とか、あと犬夜叉とか、ワンピースのウソップなんかをやっています。アニメレボリューションすごく楽しんでおります。はい、すごい楽しいですね。なかなか海外のイベントも、はい、参加する機会も増えてきたんですけれども、だんだんこう自分も慣れてきた分、やっぱこっち側に来てくれてる会場の皆さんと結構触れ合える機会もすごく増えてきたんで、ですね、大体23とか4でデビューしたので、今お、もう25年ぐらいやってるかもしれないですね。きっかけはもともと舞台俳優を舞台の方をやってたんですよ。で、はい、それでたまたま声の仕事をやってみないかっていうふうに仕事をいただいて、はい、オファーもらって、それがきっかけですね。そうですね、役者の仕事としてはこう演じるっていう部分では変わりはないんですけれども、やっぱりアニメーションの方がこう特殊なキャラクターとかやっぱ多いので、なんかいろいろ自分の中ですごくいっぱいイマジネーションを働かせて役を作っていけるんで、すごい楽しいですよ。結構どの役もすごく何かしらやっぱり自分には残してくれてるんですよね。だから結構その時その時でこう変わってくるんですけど、もちろんランマ2分の1の早乙女ランマは自分がデビューのきっかけの作品ですし、だからやっぱ今でもすごく大事ですし、そういう意味では、こっちでもう多分サムライピザキャットっていうタイトルでオンエアされてたキャット人間でやんでるんですけど、それもデビューして間もない頃にやったキャラクターなんで、やっぱそういう意味では声優としての山口勝平を形成していく時期にこう出会ったキャラクターっていうのは、やっぱなんかそれまでそれ以外にやってきた役とまたちょっとこう違う。新一ときっとそんな変わんないかもしれないよ。あとでちょっと新一ときますね、はい、まずね、人が人を殺す理由なんか知ったこっちゃねえが、人が人を助ける理由に論理的な思考は存在しねえんだぞっていうのと、はい、そうですね、キットが、また会おうぜ名探偵、世紀末の鐘の音が鳴りやまぬうちに。ドラマすごい変わってねえ。いや、違います、違います。何かその2つの声で、はい、こう意識的に変えられてることってあるんですか？はい、最初は新一が、ずっと先にやってて、やっぱ新一ってすごくキザじゃないですか。で、僕どっちかというとそういうのが苦手だったんですよ。だからすごくいつも新一やるのが照れくさかったんですけど、その後でキットやらなきゃいけなくなった時に、新一になんかさらに輪をかけてキザな人出てきちゃって、うわどうしようみたいな感じだったんですけど、だからその2人を両方をやらせてもらうことによって、なんか両方がこう差別化できたというか、だからどっちかというと あくまで名探偵コナンという作品に出てくる時のキットはもうコナン君に対してのライバルっていう形で存在してればいいかなって思うんで、どっちかというと新一の方が熱血っていうか主人公タイプの役作りに切り替えて、キットの方をどっちかというとこうちょっとこう上から目線ななんか方でちょっと作るっていうか、だってやれるし、で今度は逆にキットが主役 のマジックカイトっていう作品があるんですけど、はい、それはそれで今度は黒羽海斗君っていうキットが普段高校生活をしている時の子はもう元新一なんかよりも全然普通の子で、お調子者だし、はい、なのでそういうところでどん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 差をつけていくと、今度はカイトもキット
あの怪盗キッドをやってる時っていうのはそのキッドを演じてるんじゃないかなっていう、なんかそういう風なこう作り方がこういろいろできるようになってきて、あのね、聞いたらあの、ね、小田先生ってね教えてくれるんですよ。あ、そうなんですか、うん、だからね聞かない。 あえて聞かない、うん、聞くとなんか冗談とかでもどうなるんですかなんて聞くと、あの、いや言ってもいいんだったら教えますよみたいな。なるほど、うん、なんかそう言われると、あ、やっぱ聞くの嫌だなみたいな。なんかいいですよって言われたらちょっと聞きたくなくなりますよ、うん、なんかやっぱあの原作の中でルフィがあのこの先にどんな冒険があるか分かったらもう冒険しねって言ってるのと同じで、なんか、うん、やっぱワンピースは絶対先が分かんない方が面白いだろうな、うん、やっぱりあのーファンの皆さんと同じ目線でやっぱりずっとやっていく方が、あの自分たちもやっぱずっとあのずっとやっぱワクワクしてなきゃいけない作品なんで、やっぱ常にやっぱりあのその気持ちは新鮮に持ってたいなっていう。そうですね、やっぱり元気なことが一番かなって思いますね、うん、物事をすごくやっぱりこうポジティブに考えていけるというか、ポジティブシンキングしながらやっぱ自分の、未来というか自分のなりたい自分の未来をしっかりビジョンを持ってやっぱやっていくっていうことがすごく大事かなと思いますし、そうですね、やっぱ日本のアニメーションが今世界中の皆さんにいっぱい愛されるようになってですね、やっぱ僕らもすごく誇らしいですし、すごい嬉しいことですね。日本での活動がもうほとんどメインなんですけれども、こうやってカナダに来たり、やっぱアメリカに行ったり、アジアの方にも行かせてもらってますけれども、その自分が行ったこともない国で僕のことをたくさんの人が知っててくれてるっていうのはすごく驚きですし、と同時にやっぱすごく嬉しいですしね、これからもみんなが喜んでいけるようなこう作品にどん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 参加して、皆さんがこう笑顔になれるような作品作りができればと思っています、はい、から、こっちのコンベンション、ね、参加されている方もですね、ありがとうございましたっていうか、まあ、今まだもうちょっと あるんですけれども、すごくこっちにいる間なんかこうストレスなくすごく皆さんと触れ合うことができて、なんかすごい楽しかったですね。うん、やっぱバンクーバーって街もすごい綺麗ですし、魚も美味しいしぜひまた来たいですね、はい、ありがとうございます。結構今まででこう一番好きな役はとか、はい、一番好きなセリフはって聞かれると実は一番困る。割とやっぱりどのキャラクターも一愛着あるし、やっぱどのセリフっていうのも好きだなってのがすごい困るんですよね。だからでもそれとは逆でやっぱり逆にインタビュアーさんがなんか聞きたいことっていうか、すごいプライベートなこととか聞いてもらった方が結構楽しかったりしますね。うん、多分なんかそういう自分のプロフィール的なものはそれこそ今こうインターネットで見たらたくさんあるじゃないですか。だからなんかそういうことよりももっと何ですかね、こう、うん、なんていうのこう人間的とプライベートっていうか、なんかそういうことを語る機会があった方が楽しいかなっていうか、うん、さあご家族について何かお話ししてた。家族ですか。あ、いや、会わなくてお忙しい、うん、そうなんですよね。だから本当はだからこういうせっかくバンクーバーとか来る機会があったらやっぱ一緒に連れてきたいなって思いますしね、なんかいつかやっぱ連れてきてあげたいなっていうか、やっぱ世界は見せてあげたいなっていう気はしますね。うん、すごく。そうですね、うん、ぜひなんかみんなで来たら楽しいだろうな。でもな、誰も英語喋れねえからな。皆さんこう、全然ジェスチャーとかでも大丈夫。ジェスチャーで伝わるかな。心で伝わると思う、うん、そうですね、だから、うん、なんかぜひぜひなんかそういう機会があると楽しいかなと思いますよね。アニメレボリューションに来てるみんな、お前らは今日から俺の8000人の部下だ。バンクーバーにも
甘いものはたくさんありますからね。また来たいです、ぜひ。 Ladies and Gentlemen、 世紀末の鐘の音が鳴り止まぬうちにまたお会いしましょう。